動画を始める前に、まずはぜひいいねボタンを押して通知ベルをクリックしてください。そんな話はさておき、水族館に行ったことがある人の中でホオジロザメを見たことがあるという人は世界に誰一人いません。なぜならホオジロザメがいる水族館は世界に存在しないからです。しかしなぜこんなにも人気なホオジロザメはどの水族館にもいないのでしょうか。捕獲するのが難しいから、何らかの理由で展示するのが不可能だから。今回の動画ではあなたが水族館でホオジロザメをこれからも絶対に見ることがない理由を10個紹介します。予想にもしない意外な理由もあるかもしれませんよ。飼育が難しすぎる。ホオジロザメが水族館にいない大きな理由の一つは非常に単純で、飼育するのが難しすぎるからです。これまで世界中の多くの水族館が飼育を試みましたが、全て失敗に終わり、現状ホオジロザメを飼育することはほぼ不可能です。人類の歴史上、ホオジロザメの飼育が成功したのは一例しかなく、それは1955年に遡ります。それから70年近くが経過し、その後一度たりとも飼育が成功したことはありません。ホオジロザメは巨大であるだけでなく非常に攻撃的であり、1955年に飼育された時もたった1日でリリースせざるを得ませんでした。人間は何千年もの間、様々な野生動物を捕獲し飼いならしてきました。例えば何千年も前の王様はライオンやトラなどの野生動物を飼いならして家で飼っていましたが、ホオジロザメの場合はそうもいきません。捕獲したところで水族館が管理できるような動物ではないのです。輸送が困難。ホオジロザメは超大型の動物です。多くは6メートル以上の長さ、1100キロ以上の重さに成長します。誰でも想像できるかと思いますが、こんな大きさの動物を海から輸送するのは非常に困難です。企業にとってリスクやコストを考えると割に合わないのです。輸送できたとしても攻撃的であるため管理するのも非常に困難です。でもシャチやイルカは水族館にいるじゃないかと思った人もいるでしょう。確かにそうですよね。しかしシャチやイルカのサイズはホオジロザメに似ているものの、攻撃性に関して言えばホオジロザメはその2種と比較にもなりません。危険すぎて捕獲して長距離を運ぶことは不可能です。リソース不足。水族館が毎年どれくらいのお金を稼いでいるのかをちょっと考えてみてください。10億円1億円どちらにせよ関係ありません。ホオジロザメを飼育するというのは莫大なコストがかかります。そもそもホオジロザメを飼った時にどれくらいのコストがかかるのかという情報すらありません。サメを飼育するのに何が必要かを計算するために、これまでも多くの研究が行われてきました。科学者たちによれば、ホオジロザメを飼うには天文学的なコストがかかるとしています。どの面を見ても、ホオジロザメを飼うというのは合理的ではないのです。仮に飛行機や船に乗せて輸送できたとしても、最低370万リットルの水と少なくとも 10.6 メートルの深さの水槽が必要になります。さらに飼いならすために、このような大きな水槽を作ることができたとしても、サメを収容するには最低1500万リットルの2つ目のコンテナを作る必要があります。この水槽の大きさは非現実的であり、水族館の手には及ません。数億円では片付けられない値段がかかる可能性があります。そもそも一つの動物にそこまでコストをかけられる水族館はないでしょう。捕獲中に傷つく。ホオジロザメを捕獲するのが不可能なわけではありません。最初に言った通り、過去にも捕獲した例は数多くあります。問題はサメが捕まえられている間、必ずと言っていいほど怪我をしてしまうということです。どんな方法で捕獲しても大体傷がつきます。慣れていない水族館にサメを入れたとすれば、攻撃的になり水槽から出るためにできることは何でもするでしょう。自分の体をガラスに叩きつけ破壊して逃げようとするのは容易に想像できますよね。彼らは逃げるためなら何でもしますし、自分の命を脅かす怪我をすることになってもその気持ちは折れません。大きな海だからこそホオジロザメを飼いならすことができるのです。
閉じ込められた環境にいる時のホウジロザメは皆さんが思っている以上にクレイジーで、実際捕獲されたホウジロザメのほとんどは逃げようとした結果怪我をしてわずか数日で亡くなっています。ホウジロザメが飼いならされることはない。実はある水族館がかつてホウジロザメを1匹飼育したことがあります。しかし怪我をした結果5週間しか生きることができず、怪我の理由は分かっていませんが、ホウジロザメは檻に入れられるのがそれほど嫌いだということです。食べ物や必要なものが全て揃っていても関係ありません。檻の中に入れておくとすぐに気落ちしてしまい、食べるのをやめ、信じられないほど暴力的になり自分自身を傷つけます。逃げられないことに気づいたとしても諦めることはありません。水槽から抜け出すためにできる限りのことをし続け、結果的に自分を傷つけて死に至ります。これがホウジロザメが5週間以上飼育下で生きられなかった理由です。誰だって自分の意思に反して囚われの身になるのは嫌ですよね。周りの全てが危険にさらされる。ホウジロザメを他のサメと一緒に水槽に入れておくと、ホウジロザメが他のサメを傷つけたり食べたりする可能性が非常に高いです。捕獲するのが非常に困難なホウジロザメですが、他のサメと一緒に飼育するというのはさらに難易度が高い行為です。2匹入れたら確実に片方はいなくなります。サメは高価なので、ホウジロザメが他のすべてのサメを食べてしまっては水族館としては死活問題です。さらにホウジロザメは他の動物を狩ることで自然で繁殖しています。それが彼らの生きがいなのです。食事をとるスリルが重要なのであって、人間から与えられたものは食べることを拒否します。このように餓死することも珍しくなく、他人から与えられた食べ物を食べるのは死ぬほど嫌なのだとか。食料不足。もう一つの問題は、ホウジロザメがカワウソやアザラシなどの哺乳類を食べて生きているという点です。たまのご褒美として哺乳類を食べているわけではなく、これが彼らにとっての主食なのです。実際ホウジロザメが哺乳類を大量に食べることから、多くの哺乳類が絶滅の危機に瀕しています。水族館が1日に複数のアザラシやカワウソを餌としてあげなければならない状況を想像してみてください。倫理的な問題はもちろん、哺乳類が絶滅の危機に立たされるかもしれません。ちゃんとした心を持った水族館であれば、ホウジロザメを飼おうなんて絶対に思いません。さらに1日に複数の哺乳類を食べるということを考えると、数時間ごとにサメに餌をやるには従業員が常に監視している必要があります。単純に水族館としてはメリットがなさすぎます。健康障害。水族館がサメを飼うことを望まない最大の理由の一つは、サメの健康が非常に不安定であるためです。科学者たちは何十年もの間サメを研究してきました。追跡装置でサメにつけた結果、わずか数日で数百キロ泳ぐことができるという事実を発見しました。つまりホウジロザメは常に泳ぎ回っており、水槽の中では絶対に生活できないということです。彼らが自由に泳ぐことができなくなると、数日のうちに健康は悪化します。健康状態が悪化すると、数週間から数日で亡くなる可能性があります。詳しい理由は分かっていませんが、泳ぎ回れないと体調が悪くなり亡くなるということです。水族館の手には負えません。経験不足。飼育することが困難にもかかわらず、いくつかの水族館は無理やりサメを飼ってみたことがあります。2016年、とある水族館がなんとか 3.3 メートルのサメを捕獲しましたが、ほんの数日でサメは不可解にも亡くなりました。結局のところ、私たちはサメを飼育下に置いた経験がありませんし、自然の生息地を模倣する方法はありません。これはサメが完全に健康であるように見えても自然環境にいないという理由だけで、いつでも死ぬ可能性があることを意味します。専門家はなぜこのサメが亡くなったのかまだ解明できていませんが、この経験は野生のホウジロザメを飼ってはならないという世界中にある他の多くの水族館の教訓となっています。単純に現時点では人間が提供できない自然環境を必要としているということです。
最後の理由に移る前に、ぜひこの動画に高評価をお願いします。今高評価を押すと明日いいことが起こるかもしれません。やってみてください。非人道的である。サメを捕獲できない最も重要な理由は、サメを捕獲するというのは非人道的であるという点です。大海原からサメを持ってきて一生ガラスの水槽に住まわせるというのは信じられないほど残酷な行為です。サメだってうつ病になります。ホオジロザメは天然資源への無限アクセスがある大海原での生活でのみ生きることができる複雑な動物です。捕獲すると必ず何らかの理由ですぐに死に至ります。そのため水族館でホオジロザメが見られることは今後もないでしょう。今回の動画を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録ボタンを押して新着動画の通知を受け取りましょう。ご視聴ありがとうございました。